アイヌ文化をテーマにした初めての国立施設がオープンします。北海道白老町に明日オープンするアイヌ文化施設ウポポイで開業を記念した式典が開かれました。ウポポイはアイヌ文化の発展や継承のための拠点で、式典に合わせて菅官房長官が国立の博物館などを視察しました。当初4月の開業を予定していましたが、新型コロナウイルスの感染拡大で延期されていました。